21世紀末、人類は突如、謎の機械生命体ヴァイスの襲撃を受け、地球脱出を余儀なくされた。月を分割した宇宙船、ムーンシャードで、銀河を半世紀逃亡中、全能人工知能、アリスは、エミッションを発見。エミッションによって得られる、高次元エネルギーを利用したギアと、エミッション能力を持つアクトレスと呼ばれる少女たちにより、ヴァイスとの戦況は一変。拮抗した戦力による平和がもたらされた。それから3世紀、東京シャードの防衛を担うイージスは民営化が進み、多くの私企業によるアクトレス産業が活発化していた。その一つ、ナルコ坂製作所で、アクトレスたちの隊長を務めていたあなたは、数々の実績により東京シャードアクトレス事業者連合、通称アライアンスの総指揮官となっていた。そんなある日、監督官庁であるイージスからアクトレス同士による模擬戦闘シミュレーションシステム CS 実証実験への協力要請が届いた。あの、 CS システムってどうなんですかね。ああ、アクトレス同士のチーム格ゲー？格ゲーってあなたね。3人チームの模擬戦、戦闘シミュレーションシステムでしょ。だから、要するにイージス兵器開発局が作ったバトルゲーみたいなもんでしょ。なんとなく雰囲気は分かりました。その試験運用を兼ねたトーナメントに出るんですよね、私たち。 CS プレ大会ね。将来的には競技化を目指すらしいわ。優勝チームにはイージス開発の新型ギアの優先配備、おまけに賞金もガッポガッポー。出ないわけがない。すごいっすね。 CS システム正式稼働後のイメージアクトレスに起用されるから、その契約金ってことらしいけど、もらっちまえばこっちのもんだ。取らぬタヌキの皮算よ。アライアンス各社に要請が行っているから、どんな強敵が出てくるかわからないわよ。でもどうせ目指すなら優勝ですよね。だね、ナルコ坂ここにありってのを見せつけてやらねばな。ですね、毎日特訓しましょう。おう、まあ頑張りたまえ、四つゆくん。試験運用の期間は1ヶ月、トーナメントは中継されるみたいだから、みっともないところは見せられないわ。なん、じゃない、やったるか。頑張りましょう。隊長、今度の大会なんだけど、私も参加するよ。トライステラでのエントリーよろしくね。現役軍人の実力を見せてあげる。 FPS のだけどね。バージニアグリーンベレー注意、大会優勝の任務を遂行します、なんてね。私はミリタリーと FPS が好きなただの留学生だから、こういうエアソフト、サバゲーみたいな大会は燃えちゃってさ。それにシタラやマイと一緒だったら純粋に試合を楽しめると思うしね。ほら、留
学先で友達とアクトレスの大会に出場して優勝なんてできたら最高の思い出になるでしょ今から楽しみだよ。そういうわけだからシタラやマイトの最高の思い出作りのための大会エントリーと私たちの応援よろしくね。さあ実戦だよ。いい勝負をしましょう。撃ちます。通さない。さてとこれでどう？正常だね。こんなもんで動かない。通さない。さて相手を落とす。これでどう？攻めるのは今かな。離脱します。バージニアグリーンベレー帰還します。みんな準備はいい？単調だね。遅い。さっきのチェック。通さない。遅い。シュート。単調だね。ミッションコンプリート。さてと行こうか。みんな事前に相談した作戦通りによろしくお願いします。これでどう？攻めるのはこんなもんだよ。通さない。単調だね。通さない。さてとこれでどう？攻めるのは今かな。じゃあ私ったら。バージニアグリーンベレー帰還します。いいですか？チェック。撃ちます。まだまだ箱一丁上がりを言われてよ。こんなもんで単調だね。あれでもあれ飛ばしです。撃ちます。やった。言っちゃった。楽しんでもらえたかな。もらったー。
完璧だね。楽しんでて。今行くミリカーズの ACM 体勢を立て直します。トライステラは無敵だよ。見えるぜ勝利の星が。次も頑張ろうね。1回戦ももうすぐだね。うん、そうだね。相手はバーベナの3人。いきなり同じ事務所の後輩相手とは。とはいえチームの結成は向こうの方が先。私たちの方がチャレンジャーだね。そもそも彩香と愛香は村雲からの移籍組だし、素質は高いわけでしょ。ま、そうだね。もっと最大手の所属だったわけだし。すごいよね。それにむつみちゃんもアクトレス経験こそ少ないけど、動体視力や勝負感は侮れない。さすが私がスカウトしただけはある。これは予想外に強敵の予感。ああ、勝てるかな。大丈夫、チームプレーなら私たちも負けてない。それを証明しよう。ふふん、トライステラが相手なんてね。一回戦の踏み台としてはちょうどいい相手じゃない。彩香ちゃん、先輩たちに失礼なこと言っちゃダメだよ。今日はよろしくお願いします。精一杯頑張ります。みんなやる気だね。設楽さん、タマさん、ジニーさん、今日はよろしく。むつみ、今日は楽しもうね。うん、ゲームではもちろんだけど、アクトレスの戦いでも負ける気はないよ。本気で行くから。こっちこそ負けないからね。クックック、アクトレスの先輩としての実力とくと見るがよいわ。設楽ちゃん、すごく悪者っぽいね。ま、とにかく楽しくやるのが一番だね。じゃ、フェアプレーの精神でレディーファイト。さてと、行こうかみんな。準備はいい？私たちも行くわよ。私たちの番だね。誕生だね。出撃。遅い。まったく。さてと、これでどう？誕生だね。やっても相手のままに。弾が出ない。来ないで。あ、よかった。さっき来ないで。いけ、角度はこう。来ないで。諦めちゃダメ。やっぱ敵は残り1。ごめんなさい、このまま押し切れるか。交代入る。もらった。よし、圧倒的じゃないか。ミスタークイズ、すごいの一発で大技が炸裂。勝利に向けてトライステラ無敵だった。見えるぜ勝利の星が。次も頑張ろうね。経験の差ってやつが出ちゃったんだな。何かの間違いじゃないの？初戦敗退なんて。ご
頑張ったんだけどね。対戦ありがとうございました。いい試合だったね。むつみたちとの試合とっても楽しかったよ。うん、さすがだったね。はい、楽しかったです。まあ内容は悪くはなかったわね。次はリベンジするから。オーケー、いつでも受けて立つよ。ジニー、シタラちゃん、お疲れ様。やっぱジニーは動きいいね。安心感があったよ。それはこっちのセリフ。私は二人に助けられたよ。シタラとマイは背中を預けられる戦友だからね。自然とお互いをカバーし合えてる。このまま優勝して最高の思い出を作ろう。うん、狙うは優勝、それしかない。そうだね、頑張ろう。にとって不足なし。撃ちます。単調だね。通さない。とって不足。撃ちます。単調だね。通さない。これでどう。やっどいつも終わり。マジで。ミッションコンプリート。私も行くわよ。撃ちます。通さない。ダブル。通さない。これでどう。攻めるのに行きますか。見せてやる。なんで。バージニアグリーンベレー帰還します。
力のチームですね。でも負けませんよ。したらマイン行くよ。シュート、マイン。これでどう？攻めるなら今かな。それでやられないよ。どっせー、まだまだ単調だね。やった。ごめんね。ほら、ちょっとビルコ、下がらせてください。あ、角度はあった。今なら狙いを定めて。マジ厳しいわ。あ、ごめんなさい。狙い撃つね。はっ、よし、もらった。どこへ。よし、よっ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 、もらった。なめてないよ。よし、私のお尻でも楽しんでけ。シュート、これでどう？だって倒さない。ごめんね。シュート、だってどう？ビルコ、任せてください。あんたや、あんたね、負けない。よし、あんた、あげにいたわ。今なら狙いを定めて。マジ厳しいわ。来ないで。いけない。これならこのまま行く。感じるままじゃ壊してこれ。アンナの必殺技が完成。逃げないんだから。サラちゃん、いただき。狙い撃つぜ。ミスタークイズ、すごいの一緒だ。私のお尻でも楽しんでて。シュート、オリエンティ倒さない。サーブ倒さない。即サリだわ。トライステラは無敵だよ。見えるぜ、勝利の星が。次も頑張ろうね。